はい、お疲れ様です。10月2日桧原湖ガイド終了しました。もう今日はですね、もう大定番ライトキャロ、ダウンショット、クランク、この3つです。はい。で、まあ本当に定番のライトキャロ、ダウンショット、まあ、好調でね、ゴーなんか結構しばらく入れ食い続いたり、してくれましたね、普通にボトムで。うん、まあね、まあ近年、まあ特にね、ライブスコープが、普通に普及してからね、いろんな新しい釣り方が生まれたり、まあもしくは、まあ新しい釣り方と言わないまでも、まあなんだな、今まで定番とはされてこなかったような釣り方が定番っていう、まあ定番として定着もしてきたりとか、もう、いろいろありましたけど、まあね、やっぱり相変わらず、まあ間違いなく、ライトキャロ、ダウンショットっていうのは、まあ、まあ永久に不滅ですよね。スモールマウスの釣りをやっている限りは。はい。もうね、ライトキャロみたいな、ボトムを這う動きっていうのは、ね、スモールマウスはもう、まあ間違いなく、もう好き。まあ反応しやすい好きっていうふうにはもう、もう遺伝子にインプットされてるような気もするし、うん。まあまあ、ね、いろんな釣り方が出てきてますが、やっぱり定番、まあ、大定番ですね。永久に不滅だと思います。はい。まあ、ちなみにね、最近ずっと中層攻略でやってるスイベルキャロなんかも、あれはね、まあガイド団で、スイベル、ライブスコープは使ってません。うん。ライブスコープシューティングとか、そういうわけじゃなく、もう全然普通に投げて、水中、中層で愛示してるだけです。はい。なので、まあ、ね、別にライブスコープなくても、まあ、真似はしやすいかなと思います。はい。まあ、ちなみにね、まあ、僕なんかはね、結構釣り、まあ、お客さんに釣りしてもらってる間に、ね、何気に結構ね、まあ、藤田京也くんがね、3年くらい前にやって、もう、すっかり定番として流行ってる、なんだっけ、マイクロホバースとか、なんかも、まあ、ちょいちょいやってますけど、まあ、ガイドでは今のところお客さんにはやって、てもらったことはないですね。まあちょいちょいやってちょいちょい釣ってはいます。何気に実は、はい。そんな感じです。はい。もう本当にね、オーソドックスな。すいません、ちょっと5本言ってますけど。まあ午前中は7メーターフラット。で午前中7メーターフラットで、まあコンスタントにバイトを出して釣っていって、で午後は8メーターから10メーターのまあロックエリアですね。ロックエリアで、まあ、結構しばらく入れ食ってくれてって感じで。まあ、ワームはいろいろやりながらですけど、まあ、基本的には、まあ、ジーテルサタンとサンスって感じです。はい。でね、やっぱり岩場の、そういうダウンショットのライトキャロなんで、まあ、やっぱりちょっと張りのあるね、まあ、桧原湖の岩場をライトキャロやるために作った ST65L と、まあ、ちょっと、まあ、張りがあるって言っても、その、超軽量ダウンショットとか、超軽量デコリングを使う上で、ちょうどいい張りがある ST59UL っていうのは、まあ、この2つはもう本当に、もう大定番、もう相変わらず使いやすいですね。で夕方、まあ、最近多いんですけどね、今日も夕方表層なかなか浮いてこなかったんで、まあ、代わりにクランク巻いて、で、まあ、このベビーチッパーですね、ベビーチッパーは RB ブレードで、まあ、クランクでも釣れてくれてっていう、そんな、10月2日の桧原湖ガイドでした。